A 東洋医学的がん病理官より考案したがん治癒のための瞑想プログラム一落ち着ける部屋で楽な姿勢でゆっくり深呼吸をしてリラックスしますリラックスしたら静かに目を閉じますこの段階は準備体操にあたりますのでいい加減に済ますといい瞑想ができません自立訓練法やヨーガの完全士官の体位などのテクニックを使います そして自分が綺麗な空気の高い山の上に立ち快晴の青空の下にいると想像し爽快な気分になった自分を感じます青い空の彼方から心地よい風が吹いてきます爽やかな風が自分の体の中を吹き抜けていく心地よさを味わいます自分の体が透明になってその透明な体の中を 風がきれいに浄化していくイメージを持ちます。病気の部分が風に吹き払われて消えていくようにイメージします3自分が両足で立っている大地の感触を足の裏に実感します大地を想像し構成している素晴らしいエルネルギーが足の裏から入り自分の体に立ち上ってくる情景をイメージします自分の体は 弱さや病気はあっても、大地のようにしっかりししししてており、りり日々、自分を新しく作り続けていると実感します。しっかり固まった大地の地下には熱い溶岩を秘められておりそこにはたくましいエネルギーが蓄えられています。その大地から湧き上がってくるたくましいエネルギーによって病気の部分が癒され消えていくようにイメージします。 四頭上に光り輝く太陽を心の中に思い浮かべメンタルスクリーン上にイメージします自分が健康であれ病気の状態であれこの素晴らしく美しい世界に今生きていることを幸せに感じこの世界の生命の源になっている太陽に心よりの感謝を捧げます美しい花や美味しいお菓子を太陽に捧げるように 具体的な内容を持った貢ぎ物をイメージし太陽に捧げるのもいいでしょう太陽からキラキラと黄金色にきらめく光が頭に降り注ぎ体の上の方から徐々に浸透し頭顔首肩両手へそして体の前面は胸腹後ろ面は背中天部そして大体硬い足先へと光が染み渡っていく様子を 頭の中に描きます。光が染み渡るにつれて自分の体が光り輝いているようにイメージしますそして光に浸された部分が温かい感触に包まれなんとも言えない気持ちのいい清々しい状態に変わっていくとイメージします暗く感じる病気の部分も光の中に浸されて輝き始め癒されていくようにイメージします ご光が体を浸していってから、下腹部の断電の部分に、野球ボール台の丸い玉をイメージし、これが光によって点火され、徐々に熱くなり、燃え上がるように赤く変化していくとイメージします。そして、この丸い玉がだんだん大きくなって全身に広がり、やがては全身を包んでいくとイメージします。この光の玉は、はじめは赤い色なのですが、 大きくなるにつれてだんだん温度が上昇し先行色からオレンジ色に輝きだし最後には黄金色に輝くというイメージを持ちますそして全身が暖かい何とも気持ちの良い状態になっていくと感じます病気の部分がこの丹田からの炎により焼かれて消えていくというイメージを持ちます六階星の空の一部に純白の雲が生じ その雲から良いコと甘い味を持った雨すなわち甘露が自分に降り注ぐ状態をイメージします。その甘露はシャワーを浴びるように体の上の方から徐々に浸透し頭顔首肩両手へそして前面は胸腹後ろ面は背中天部そしてだい硬い,い足先へと甘露がゆっくり浸していく様子を 頭甘露に浸された体の部分は光の時とは少し違う涼しい水に包まれて現われるような何とも言えないじわーと気持ちのいい清々しい清涼感を感じる状態に変わっていくとイメージします。病気の部分が甘露の水の流れによって現われてさらに押し流されて癒されていくというイメージを持ちます。 7自分の体の悪い部分がんの存在部位が診断できていてその部分の解剖学的構造がある程度わかっている場合はそこの解剖学的構造をできるだけ正確にイメージしますそしてその部分に光や感路が集中するとイメージします病気の部分の色は初めは濁った暗い暗い赤色や灰黒色であるとイメージします その部分が風や大地のエネルギーさらには光や管路や断電の炎によってゆっくり赤い色に変化しさらに線光色になり次にオレンジ色に輝くようになりその次には黄金色に輝く状態になり最後にキラキラ輝く無数の光のかけらに分解して飛び散っていくようなイメージを持ちますそしてその暗かった病気の部分が温かい何とも。 気持ちの良い状態に変化して病気が治っていくというイメージを持ちますそして健康を回復した幸福感に浸ります蜂痛みなどの不快な症状がある場合はそのすべての病気の症状は体が懸命に病気を改善しようとして努力している姿であると考えるようにしますそしてその症状によく合うイメージを作りますそれから 光や寒の水や炎や風によって徐々にその不快な症状のイメージが消えていく様子を視覚化します。咳なら、喉の奥の栗の伊賀をイメージし、それが光や寒の水に浸されることによって徐に消えていく様子を思い描きます。冷たい部分があれば、そこに氷の塊を想像してください。そして太陽からの 暖かい光や丹田からの熱い炎がその氷をだんだんと溶かしていく様子を想像します熱があったり熱い部分があればそこに冷たい風が吹き込んだり冷たい水が注がれて冷えていくように想像します痛みがあればその痛みの状態によく合うイメージを考えます鋭い痛みなら針やナイフで突きつけかれているイメージを持ち 光が触れただけで針やナイフが一瞬のうちに消滅するとイメージします頭痛なら頭を取り巻く黒い煙をイメージし風が煙を吹き飛ばすようにイメージしたりまた寒の水が空から頭に注がれるにつれて煙が消えていくとイメージします9もう一度自分が綺麗な空気の高い山の上に立ち 快晴の青空の下にいる状態を思い浮かべます。そして、完全に健康を回復した自分をイメージし、幸せな気分に浸ります。自分の人生のすべてがうまくいくようになるとイメージします。そして、光り輝く太陽に一礼し、感謝してから、山道をゆっくり降りていく状態をイメージします。下界には 自分を待っている家族のいる幸福な家庭ややりかいのある仕事など素晴らしい出来事が待っている期待感にワクワクするイメージで参道を降りるようにします。13道を降りて幸福な世界に戻ってきたというイメージが味わえたら指先足先首の順にゆっくり動かし2から3回ゆっくりまばたきをしてから目を開けます。 この最後の10段階は生理体操にあたりますのでいい加減に手早く済ますと不快な疲労感が残ることがあります注意点瞑想は毎日一定の時間を行わなければ効果が上がりません1日3回1回の時間は10分から20分くらいが適当です初めのうちは精神集中ができず何のイメージも湧かないこともあります イメージが現実感を持って見えてくるまでには時間がかかることもありますたとえイメージをはっきり見ることができなくても何かを感じたり想像したりそのようになりたいと考えるだけでも効果がありますとにかく瞑想を根気よく情熱を持って一定時間続けることが大切ですどんな訓練でも言えることですが ある物事を始めた当初は熱心に集中できますがある一定の時間経つと必ず飽きてきて訓練を怠るようになりますこの時きにもう一度気を取り直して訓練に再び励めば長続きします自分の精子がかかっていると思い直して訓練に励んでくださいプログラムの全体を正確に実行することができなくても構いません 集中できず雑念が浮かんでもふっと気がついて元に戻ればよくそのために悩む必要はありませんプログラムを完璧に実行しようということにこだわりすぎるとかえって心にストレスをかけるだけになりますまたなんとなく信じられないというような不信感を持つこともあるかもしれませんがそんなことにもあまりこだわらず 根気よく瞑想を続けることが大切ですあまりにも集中できない時はなぜ集中できないのかを自問自答してみてください病気が良くなっているとかがんが小さくなっているというイメージを自分に言い聞かせることは実際には自分を偽っていると思われる場合もあるかもしれませんがんがどんどん大きくなってきているのに それが小さくなっているイメージを描くことなんてできないと疑問が起こるかもしれませんしかしイメージ療法の真の意味は自分が望む状態をイメージすることであり現在起こっている状態をイメージすることではありませんがんが大きくなっている状態の時でも心の中では小さくなって治癒していくイメージを描くことは可能ですそして どんな状態の時でも病気が良くなった状態を心の中にイメージして病気が治るように念じることが治癒への道なのです治癒力を発揮するイメージの材料として光甘露水炎風放置のエネルギーを挙げましたこれらの光水火風大地などの自然エネルギーのすべてを治癒力の源としてイメージするのが理想的ですが一般的には 病気治癒のための瞑想法では光の治癒力が一番強く次に水の治癒力が続きますですから初めのうちは光だけをイメージしても良いと思いますもちろんイメージの材料の治癒力についても個人差がありまから自分に一番ぴったりするイメージの材料を選んでも構いません一番強い治癒力を持つ光は古代から 最高の神とししてて崇拝されてきましたこれを太陽神と言います。日本神道のテンテル大神、仏教の大日如来や阿弥陀如来、ギリシア神話のアポロンは解体陽神です。旧約聖書でも神は初めに光あれと言われ、光を天地創造の第1日目に作られています。イエス・キリストは私は世の光である。 私に従ってくるものは闇の内を歩くことがなく命の光を持つであろうと述べています。新約聖書ヨハネ伝8章2番目の治癒力を持つ水も古くから浄化力を持つ存在として信仰されてきました。日本神道では水で体を洗うことを「みそぎ払い,とい,い」と言い水は病気をはじめとするあらゆる穢れを清めると考えています。 老子には、ウエゼンは水のごとしという言葉があり、水は最高の善なるものであると説いています。また、キリスト教の洗礼も、水によって体を清める儀式です。旧約聖書では、神は水を天地創造の第二日に作られています。次に、サイモントンの内なる指導者の瞑想法プログラムを。 東洋医学的な視点からアレンジすると次にさまなプログラムになります。